公益財団法人、自然エネルギー財団および再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースに関してお伺いいたします。自然エネルギー財団を介して、中国が我が国のエネルギー政策に影響を及ぼしているのではないかなどが問題になっております。再エネタスクフォースは構成員4名のうち、大林美香氏を含む半数の2名が、自然エネルギー財団関係者から選出をされております。 その上で環境大臣にお伺いいたします大臣が法に則っ,って主催する審議会等については、偏りない人選をすべきと考えておりますけれども、見解をお伺いいたします。とりわけ、法定外の有識者会合等につきましては、設置目的を明確にした上で、偏りない人選をすべきと考えますけれども、見解をお伺いいたします。伊藤環境大臣 あの政策の検討にあたってはです、ね、まあ、委員ご指摘のように、語りのない、まあ、多様な関係者の意見を聴取することが重要だと思います。あの政府の政策決定プロセスにおいては、まあ、国民の皆様の声を加に加えてです、ね、有識者、専門家等、関係者の議論を丁寧に積み重ねた上で、政策を決定していくことが大事だと思います。またあの法に基づく まあ、それではないものについても、今回のタックスポーツがそうだと思いますが、まあ、今後も引き続き委員の選定等にはあの慎重を期してです、ね、留意しつつ、えー、環境省としても責任を持って政策を検討して実施してまいりたいと、そうに考えております。環境省ににお伺いいたします、えー、環境省におきましても再エネに関する検討会で 財団にヒアリングを行っていたものと承知をいたしております環境省におけるその他の審議会も含めて財団に関する疑念が払拭されるまでは関与させないというふうな理解でよいか見解をお伺いいたします環境省大臣官房大森政策立案総括審議官お答えいたします委員ご指摘のとおり参考として様々な関係者から広くご意見を伺う際自然エネルギー財団もその一員としてヒアリングを行ったことはございます ただし、政府の政策決定プロセスにおいては、有識者、専門家等、さまざまなご意見を丁寧に積み重ねた上で政策を決定しており、特定のものから影響を受け、政策が歪められたような事実はございません。委員ご指摘の検討会について申し上げれば、今後開催の予定はありません。 また、現在、内閣府等において事実関係の調査がなされていると承知しており、懸念が払拭されるまでの間、当初の他の委員会も含め、自然エネルギー財団から意見を聞くことは控えることとしております。ここからは内閣府にお伺いいたします。国家電網公使とはどのような団体なのか、中国共産党の支配下にある団体と認識しておりますけど、見解をお伺いしたいのと、政府として自然エネルギー財団を今後、どのように考えていくのか。 見解を伺いいたします内閣府規制改革推進室稲熊次長お答え申し上げますお尋ねの国家電網行使につきましては中国の国営の電力会社であると認識をしておりますまたあの自然エネルギー財団との今後の関係についてお尋ねがございましたけれどもまずは何よりも内閣におきまして内閣府の再エネタスクコースの大林元構成員 および同志が所属する自然エネルギー財団等が、その意思決定にあたり、中国政府、企業から不当な影響力を行使されうる関係性があったか否か等につきまして、詳細な事実関係の確認などの調査を行っていくことが重要であるというふうに考えておりますさらにあの内閣府にお伺いいたしますけれども、政府としてはです、ね、大林美香氏はなぜ辞任をしたというふうに考えているのか、見解をお伺いしたいと思いますし、加えて、 辞任する理由をです、ね、直接、大林三河氏からヒアリングをしたのかどうか説明をいただきたいと思います。お答えをいたします。再エネタスクホースの大林元構成員の辞任に関しましては3月27日に実施されました自然エネルギー財団の記者会見におきまして大林元構成員は特にエネルギー問題というのは国家安全保障上に直結する重要問題と考えており そのことを述べる基礎資料について、他国企業のロゴが残ってしまったというのは、大きな誤解を生んで、皆さんを不安にさせた、今回の件で多くの方々を混乱させてしまった、再エネタスコース、非常に自然エネルギー促進に尽力している委員の方々、事務局の方々にも多大な影響、迷惑をおかけしているといったようなことを述べられておりまして、そのようなことが辞任の理由ではないかと考えておるところでございます。 えー、また、辞任の理由を直接ヒアリングしたのかというお尋ねがございました、えー、こちらにつきましては、3月27日の自然エネルギー財団の記者会見におきまして、大林元構成員が辞意を表明される直前に、大林元構成員から事務方が、まあ、辞意を 辞任の理由とともに、辞任したい旨の申し出を受けまして、それを河野大臣に伝え、河野大臣がそれを了としたものでございまして、詳しい理由等のヒアリングは行っておりません。